相撲絵とは、江戸時代から明治時代末期にかけて描かれた浮世絵の様式の一つ。人気力士の土俵上での取り組み、またその日常生活などを描いたものを指す。後には力士たちの宴会の図や稽古場風景などが描かれるようになった。寛永年間から墨釣りによる相撲絵が描かれ、明和維の頃には肝心相撲が盛んとなり、力士の事業化が進んだ。また、 肝心の名目が形外化されてゆくに従い、工業の場所閉じきが次第に固定化。天明頃には本所絵工院で開催されることが多くなり、安永から幕末までは春と冬の2回に、晴天等歌ということが固定化されていった。初期の浮世絵会では、鳥居派を中心に、役者絵と同様の氷炭足し絵描きという手法を用いて力強い筋肉を強調した。 描写の相撲絵が多数描かれている。しかし、体型や要望の個人差の描き分けはされておらず、その死体も両手を上に上げ、両足を踏ん張った状態という類型的なものが大半であった。西木絵が創始されて以降は釈迦が竹雲絵文を描いた。 一筆祭文潮と磯田古流祭の作品が最初のものとされている。天明から完成にかけては、勝川春将、勝川春秀ら勝川派及び社楽実編者19、文化年間以降には勝川春帝ら、そして幕末期には歌川国さ歌川国吉、歌川吉虎ら,らといった歌川派の人気絵師たちが、相撲絵を多く描いている。 江戸時代における相撲の黄金期である天明、完成期には横綱の免許を得た小野川喜三郎や谷風、梶之助といった大力士が輩出し、それら力士たちの姿も描かれた。また、写楽による街道大らわ山、文五郎の土俵入りを描いた作品も注目される。この大らわ山は、完成六年時点でわずか7歳にして、身長3尺7寸5分。 体重19巻余りという巨体を有しており、その取り組みよりも土俵入りの姿が見せ物的に人気を呼んでいた。相撲絵は明治30年代、40年代に玉原が描いており、浮世絵の最終期までにかなりの作品を見ることができるが、これも江戸最後の版元の一つと言える五代目、松木平吉自身が大の相撲好きであったことと無縁ではなかったと言われる。 相撲絵も数多く描かれるうちに、その描写自体には新しい味が加わるわけでもなく、強風に見れば、強の薄い作品が多いが、西木へ三枚、続くのうちに、土俵上での力士の取り組みの真っ最中を捉え、行事まで、似顔絵で描いた形式のものは、土俵際の臨場感がそのまま伝わってくるようである。ありがとうございます。